皆さんこんにちは国民民主党衆議院議員の深作ヘッスですさて今回第50回衆議院選挙私も比例で当選をいたしましたが衆議院選挙当選したらどうなるのか解説をしていきたいと思います今回衆議院選挙を終えてまあ、特にですね新人の候補者たちこの新人の衆議院議員がどういったこれから道を歩んでいくのかどういったところに直面をしているのかなかなかこれがですね表に出ていないので私も今 新人として当選をした直後ですが、このリアルな思い、そして状況について、皆さんに、あの、お伝えをしていきたいと思ってます。まず、当選をすると、当選証書というものを渡されます。で、これはですね。当選証書、どこでもらえるかというのが、大変重要なんです。まあ、いわゆる小選挙区。で、当選をしている方は。地元の選挙管理委員会。まあ、この神奈川県であれば、県の。 選管でこの当選証書が渡されます。しかし比例で当選をした方はですね、これ総務省で受け取ることになるんです。え私も今回この当選証書どうしてもこう神奈川県選管でもらいたいと思って活動してきましたが、まあ比例当選ということで総務省でこれ当選証書を受け取ることになります。え今回日曜日にまあ党会票で まあ未明明けて月曜日にこう当選が分かりましたが、今回当選証書を受け取るのは土曜日、二日、十一月の二日にこれを私これから受け取りに行くことになります。それでこの当選証書をもらってですね、実はこの初登院、十一月の十一日に国会が招集をされる予定です。これ書いておきますね。二日でこちらが十一月の。 十一日に初登院、これ国会が招集をされて、天皇陛下にお越しをいただき。まあ開会のをしていただくと、いうことで、すべての衆議院議員が。初めて、まあこの、今回の今国会において、初めて登院をする機会となります。で、この十一日にですね、実は、この当選証書を持っていくんです。まあもちろん、突然見ず知らずの人が、国会に行って、どうもどうもというわけにはいかないので。 身分証代わりこれ選管や総務省から授与された当選証書を持っていき本人の身分証などを持って当選人であるということを国会この初登院の際にそれを示すとですねそこで初めて議員バッジがつけられることになりますですので今私も当選をいたしましたがまだバッジはつけておりませんですのでこの11月11日の初登院の日に 当選証書を持っていくくとと議員バッジがつくとでかつ皆さんよくテレビでご覧になったことあると思いますがあの自分の名前が書い,た書いてある、えー、名札にこうボタンを押す「初登院」このね、えー、国会にはですね議員会館と、まあ、院内と呼ばれる国会そのもの皆さんが頭の中で今イメージをしているあの国会とは分かれた建物でして議員会館や外から この院内、いわゆる国会議事堂に入るときには、今院内に入るよということで自分の名札のボタンを押すんです。で、ですのでこの初当選の日にバッジをつけてその場で初めて押して院内に入るということがこの十一月十一日に行われます。まあここもですね、今回の密着でユーチューブで配信をしようと思ってますので、ぜひお楽しみにご覧ください。さてこのイベントがこれから起きていくんですが、当選 まあ月曜日にこれが分かってから実際何をしているのかえこの月曜日に当選をしてからですね私も月曜日の朝からすぐに駅に立ってまずは当選のご報告を地元の方にさせていただいていますこれ面白いんですが当選の御礼というのが公職選挙法上禁止をされていますですので当選いたしましたありがとうございますということは厳密には違反になる可能性があると。 いうことでえ今回私もですね駅に立って当選をいたしました比例で当選をいたしましたとえ今回の衆議院選挙当選をしたという報告だけを今回いろいろな駅で毎朝させていただいていますそして日中はですねやはり様々な形で支援をしてくださった方々にお礼ではなくて当選のご報告改めてご報告をさせていただいております やっぱりですねこの5万人以上の方に名前を書いていただくとそれだけ多くの方々に支えられて、えー、選挙戦を戦いましたのであの本当に日々毎日ずっとこうどこかに行って当選の報告をして回っているというのが実態ですそれ以外にも実はこういったこと事務的な連絡も多く来ます当選証書いつ取りに来,、ま、来てくださいねまたは初党員の日来れますか誰が来ますか取りに来れますか ですとか、それ以外にやはりあの高職につきますので、さまざまなイベントごと、えー、地域のお祭りであったり、そこに来賓として呼ばれるような日程がざーっと来て、そこに対して出席できるのかできないのかと言ったことをもう今どんどんと、えー、こう変身をしながら活動をしている状況です。そしてまあ嬉しいことにですね、えー、本当に多くの方からあの激励のお祝いのメッセージをいただきますので、もう携帯電話が こうラインを返したりメールを返したりメッセージを返すだけでももう頭がいっぱいになるような状況に多分どこの候補者特に新人の方は皆さんなっているんではないかなと思っています。私もご多分に漏れず今移動時間中の車の中は常に携帯をいじってあの返信をしているような状況です。国会にはですね三つの議員用の会館というのがあります。衆議院で二つ第一衆議院議員会館 第二衆議院議員会館といって衆議院だけで二つの建物があるんですがもう一つ参議院議員会館という会館がありますこれは国会議事堂の目の前にあって地下,で地下道でつながっているんですがこの第一議員会館と第二議員会館のいずれかにこの議員会館事務所を持つことになりますでこれまでこの選挙が行われるまでそこで 議員として活動されていた方で落選をされた方が今、出ていってですね、まあ、お片づけをしてまとめてお出になられたところに後から新人が入ってくるとで基本的にあの当選が続いている方は同じ部屋をそのまま使うという形になるので私もこれから地元事務所だけではなく議員会館での自らの事務所を立ち上げるということになります。ただしこちらは 私もままだ日程を把握でできていませんでどこの第一議員会会になるのか第二になるのかはたまたこれがどの日程で入居が始め,始められるのかそしてどういった物品を用意しなければいけないのかこういったことについてもですね私もあまり承知をしていませんあの正直やっぱり新人となりますといろいろなことが初めてであのそれをですね 一つ一つ紐解きながらあの確認をしながら行っているというのが今私の状況です。他方でこう国会のにおけるえこういったイベントことだけではなくやはりこれからもこの地元でこの神奈川19区で活動していく上で、で、まあ、地元での活動をどうしていこうか。まあ、今週末せっっかくですねやっぱり土日 多くの皆さんがこういうご信任をいただいたわけですからじゃあ土日、どうやって皆さんにご報告やしていこうか大きな駅に立とうかですとかそういったことは今、引き続きチームの仲間と検討しながらできる限り多くの方々に当選のご報告をするとともにやはり今回、国民民主党が大きなキーパーソンとして国会の現場、特に政局の中でも報道されています。私たち自身がどういうい考えの下で 今回、選挙戦を戦ったのかそしてどうやってそれらを実現をしていくのかこういったことについてもですね、引き続き、まあ、選挙期間中だけではなくあの今後もいろいろな場所で訴えていきたいと思っています。ですので、国会活動そして地元の活動といろいろと今こう入り組む中ではありますがまずはこの当選をして証書受け取りと、まあ、こういったことをこなしながら、 今、地元でできる限り多くの方々に改めて決意をお伝えをしたりどういうふうに国民民主党が向き合っていくのかこういったことについては引き続きき続活動をしてていきたいいたと思っています今回は衆議院選挙当選をした新人の議員はどうなっているのかその状況について実態リアルなものをを皆さんにご報告ししました今後、皆さんがこういった場面どうなっているのこれってどうやってやっているのここはどういうふうに向き合っているの。 ぜひご質問があればです、ね、YouTube でも取り上げていきたいと思いますしより皆さんにとって衆議院や政治が身近になるように私も今後も引き続きこ YouTube で配信をしていきたいと思っていますぜひコメンント、いいいねの評価、チャンネル登録もよろししくお願いします。